半ば強制的に同居させられ、決して好んで住んでいたわけではなくもないような。私がデートに誘った時もエリカちゃんと二人、うん、同じ屋根の下にいたんだ。はい、すみません。学校から帰ったら毎日イチャイチャしてたんだ。はい、すみません。ああ、それはしてません。秘密はなしって言ったのに。あの時海野くんもちろんって言ってくれたじゃん。いくらでも言うチャンスはあったのにね。誠にさようのおっしゃる通りでございます。なんてね。でもそのくらい傷ついたんだよ。今度やったら呪うからね。それだけ瀬川さんと俺の絆は深いってこと。ヒロちゃん天然だからな。でも許してもらえてよかったわ。どう見てもライバルとしか見られてないじゃん。あ、お風呂開いた。次私ね。好きといえば瀬川さんから聞いたんだけど。何？サチ、お前俺のこと好きなの？急に何？痛っ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 痛